フジテレビ木10ドラマ2023年の初めを彩るのは、連続ドラマ初主演の七尾さんと、2枚目から3枚目まで華麗に演じ分ける若手俳優鈴木伸之さんが夫婦役で共演する異色のラブコメディ、忍者に結婚は難しい。第1話のお話は、忍者の末裔であるホタルと五郎夫妻。そんな二人は伊賀と甲賀という対立する関係にあった。さらに夫婦関係は最悪の状態。それぞれ仕事の依頼が舞い込む中、夫婦としての再スタートをさせようと五郎が提案し、プロポーズしたお店で待ち合わせをするが、結局約束を守れなかった五郎に無言で突きつけられたのは離婚届のみ。そんな中、それぞれ忍者として任務を遂行しなくてはならず。次回第2話は、普段は薬剤師として働く草刈ホタルは甲賀忍者として暗躍していた。与党民事党の国会議員である赤巻の違法薬物疑惑の証拠をつかむよう命じられたホタルは、赤巻邸で彼と対峙することになったが、一方ホタルの夫の草刈五郎は伊賀忍者で手裏剣の腕も立つが、普段は郵便局員として働いている。赤巻の警護に当たる中、不審な人物に遭遇するも逃げられてしまった。そして赤巻は毒殺されてしまい、それを音無と共に発見することに。五郎に離婚届を突きつけ家を出てきた蛍は、父月野竜平の住むアパートに身を寄せることに。そこで蛍は赤巻邸で起きたことを妹の雀に打ち明ける。時を同じくして伊賀グループの本部長松下は、赤巻邸でのことを五郎から報告を受ける。五郎は現場で見た不審人物を身のこなしから甲賀者ではないかと考えていた。報告を受けた松下は、逃げた甲賀者を必ず警察よりも先に捕らえるようにと五郎たちに命じる。2015年にフジテレビで放送されたヒート以来の共演となる七尾さんと鈴木伸之さんの破綻寸前の夫婦のコミカルな様子が面白かったと同時に、たくさん共感できましたね。忍者の末裔という設定が珍しく、ドラマ開始前から楽しみでした。さらに、ただの時代系なのではなく、現代に寄り添った内容になっているのが見どころですよね。始まりも他のドラマとは一風変わっていて、お互いが架空の人物にインタビューを受けているかのような形で始まりました。このたった数分のインタビュー形式で、この二人の大体の性格や今の夫婦としての現状を説明してしまう演出。効率が良くて、私は個人的に好きな点でした。この演出はブラッド・ピットさんとアンジェリーナ・ジョリーさんが共演したミスター&ミセス・スミスと同じで、内容も類似していますね。またお互いがこっそりトレーニングをしていた後の五郎の様子は、さすがにひどいという一言につきます。世の奥様方は共感していただけますよね。ただ一方で、五郎側の言い分も気持ちがわからなくはないとも思いました。長年続けている習慣はそう簡単に変えられるものではないし、朝からあれやこれやと口うるさく言われ続けていたら嫌になってしまうのも無理はありません。そんな彼の気持ちを理解できる親友の音無勇気を演じるのは、こちらもまだまだ若手として勢いの衰えない勝地涼さん。しかし彼の初登場シーンのセリフがどうしても実生活と重なり気になってしまいました。
まあ、ずっと仲いい夫婦の方が珍しいからな。達治さんといえば、国民的アイドル、元 AKB、絶対的エースと言われた前田敦子さんと離婚されています。このセリフと、さらに子供を可愛がる様子が、実生活まで想像してしまいました。また、七尾さん演じる妻、ホタルの方は三姉妹のようで、妹のスズメは山本舞香さんが、姉の楓は友坂理恵さんが演じられています。けれども、この三姉妹の年齢差が、どうも姉妹には無理があるように思ってしまいました。それでも、そんなイメージを逆手に取っているのか、ビデオ通話を三人でする様子を見ると、とても仲の良さそうな姉妹のようでしたね。そんな仲良し姉妹の父親もまた、娘たちとは似ても似つかない、面白く一癖あるお父さんでした。さすが古田新太さんです。そして物語はテンポよく進み、癖の強い登場人物が他にも次々と登場した印象を受けました。ホタル、五郎にそれぞれ任務が舞い込み、展開も発展していき、第1話早々に伊賀と甲賀の対立が始まりました。が、伊賀と甲賀という伝統続く忍者の家系が争う以前に、ホタルと五郎の夫婦関係はどん底の状態に。きっかけは、ホタルの大切な本の上に五郎がコップを置いていたことですが、こちらもお互いの言い分にそれぞれ説得力がありましたね。さらに、回想として出会った頃の様子や新婚当初の二人が映し出され、現状とはまるで違うのがよくわかりました。その中で、お互いの好きなものやことを理解しようと歩み寄る様子の中、豊臣秀吉推しの蛍と、徳川家康推しである五郎の会話の中で、蛍が、私も家康のドラマ見てみるとありましたが、これは今年放送される大河ドラマにかけているのでしょうか。気になるところです。五郎もまた、できれば CM で鈴木伸之さんが織田信長役をされているので、信長推しであってほしかったですね。そんな五郎の一晩で改心しようと自分から謝るところは、本当に人がいいとは思いますが、自分からした約束よりも仕事を優先したことはがっかりで、全く女心が分かっていないですよね。そんなダメ男っぷりも見事に演じている鈴木伸之さん。顔はいいのに、旦那としては本当にがっかりというように、たったの1話で思えてきました。演技力が素晴らしいですね。また、七尾さんも今回の役にドンピシャにはまりすぎていて、もう何話もこのドラマを見ているかのように、違和感は全くありませんでした。忍者として影の世界を彷彿とさせるかのような暗闇の中で、任務を遂行する様子が特にかっこよかったです。そんなホタルですが、メインストーリーでは離婚を決意しつつも、伊賀の警護を難なく突破し、任された仕事はきっちりこなしていましたが、横関大さんの原作漫画がエンドロールとして流れると、一気に彼女のイメージが覆りましたね。何でもきっちりとした几帳面な性格で、キビキビと動くイメージが、この第1話では見えていたものの、本当は普通の人と同じように、毎日同じ仕事を繰り返すことに疲れながら、さらに二重生活で労力を費やす生活をする中で、変化を求め、運命の人に巡り会えたという、乙女チックな一面を持っていたことに驚きつつ、より一層、彼女の好感度が上がりました。原作を読んだことのある方は、この抜粋された場面に、いろいろな感情が生まれたことでしょう。そして、原作を読んだことのない方も、
ドラマにプラスして、このストーリーの世界観が共感できたのではないでしょうか。次回も楽しみですね。第2話は1月12日放送です。ぜひお見逃しなく。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。